んこんにちは。アイルベーダセラピスト、ヨガインストラクターのゆかです。今回はアイルベーダ的な消化に悪くなる食べ方っていうのをちょっと話していきます。ということでですね、前回の動画でご紹介したロカちゃんが早速動画に参加しております。結構甘えん坊さんで、椅子に座ってると抱っこしてくれって言ってこうカリカリしてくるので、普段もねお家にいると抱っこしてることよくあるんですけど、今も撮ろうと思って座ったら抱っこしてって言ってきたので、ちょっと膝の上で抱っこしながらお話していきます。ですね、私がやっているアイルベーダサロンで、3回アイルベーダのトリートメントをしながらカウンセリングも行って、でアイルベーダの知識をより身につけてもらうっていうようなプランがあるんですけれども、そのお客様と連絡をしている中で、ちょっとイライラしながらご飯を食べたら、その後なんか消化不良が起きたみたいなメッセージをいただきました。でこれってアイルベーダでもよく言うというか伝えられていることなんですけれども、ですね、怒りながらとか喧嘩をしながらご飯を食べてはいけないですよっていうアイルベーダの教えがあるんです。これをすると消化に悪いんですよっていう教えですね。でこれを聞いた時、私はそうなの、なんでと思ったんですけれども、そういうイライラしながらとか喧嘩しながらとか気持ちが落ち着いてない状態でご飯を食べてしまうと、いわゆるその消化力が落ちるっていうのがアイルベーダの考えですが、自律神経の働きから考えても実際にそういうことが起きるそうで、そのイライラするとか喧嘩をしている時っていうのは交感神経がすごく優位になっている状態になります。でそうすると消化器官の働きが弱くなってしまって、消化不良が起きるっていうことだそうです。で実際にですね、私の経験で言うと、私はそこまで感じなかったんですけど、例えば夫とご飯を食べてる時にとか、ご飯を食べる前に喧嘩をちょっとしてとか、それでそのままご飯を食べていた時ですね、夫は毎回そうなると消化不良を起こします。そんなにね毎回喧嘩してるわけじゃもちろんないけど、たまにそういうシチュエーションになると消化不良をね起こすんですよね。でそれがすごく顕著に分かりやすいのが夫なんですけれども、そうだからね、喧嘩したりとか怒ってる時はご飯をそれならもう食べない方がいいそうですよ。そんな風になってるぐらいなら、だから落ち着いた気持ちで穏やかな心で食事を行うっていうことが、結局、その方がもちろん心地いいし、消化力を高めていくっていう観点からでもすごく大切なことになります。今この動画を見ている方はいかがですか？普段食事をしている時に落ち着いた気持ちで穏やかにリラックスしてご飯食べれているでしょうか？怒るとか喧嘩するとか以外にも、そのバタバタしながらご飯を食べるとか、あとは何かをしながらご飯を食べるっていうのも消化する力を落としてしまうとアイルベーダでも考えていますが、できるだけご飯を食べるときは落ち着いた気持ちで、ゆっくりリラックスして食べることがおすすめとなります。はい、ということで以上で、今日の動画が終わりになります。次回またですね、他のアイルベーダの Tips をご紹介しようと思います。なんだかロカちゃんがバタバタしてるということで、では皆さんまた、バイバーイ。